マさんが言ってたものってこれのことだよね。あとはこれをカプセルコーポレーションまで届けないと。ブルマさん、お待たせしました。これでいいんですよね？うん、それそれ、上出来よ。ありがとう。あとはこれで、はい。事情って何があったら、そ冷静に考えたら、あんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたら、さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことに冷静だな、ブルマさん。はい。でさあ、ごはんくん、大丈夫だとは思うんだけど、やっぱりな。これが人造人間、父さんを殺すために。いやー、できたできた。うまくいったんですね。うん、ごはんくんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけど、このさて、うん、俺よし。ナバ、そうか、俺はオッケー、成功じゃな。やった、お前たちが俺を直してくれたのか。なーに、それにそこのご飯くんも手伝って。ご飯、孫悟飯、ちょそんなことはしない。俺の、あ、そう。じっと見つめて。博士、なんだね。この体どこまで治っているか動いて。うん、孫悟飯、お前も悪いけど言ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、俺は先に行く。ごはんくん、thank you。
悪くない。完全に治った。それはよかった。ああ、彼らは俺に僕も動物は好きです。将来は。それはいい夢だ。そうだ、それ以外には何もないだ。俺は争いが好きではない。だからってかつてドクターゲロ俺の姿は、だが勇猛だったという彼とは似ても似つかん。戦いを。そんな。俺は。こんなとこに集まってやがっ。そいつらをこっちに渡し。なんだと。しかし。こいつら密漁。孫悟飯。はい。あんな奴ら。やったな。はい。孫悟飯。それに俺の周囲、実を言うと俺がお前をここに誘う。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、邪魔が。どうやら昔の、おそらくはお前がセルゲームのか。お前も俺と似たものをか。さあそろそろ戻ろう。僕と16号さんが似てる？どうだったね。完全に元通りになっていた。聞いたわよ、密旅館って吹っ飛ばしてくれたんでしょ。イエス。そうだわ、今日はうちでは。そんな。遠慮することないわよ、せっかくだし泊まっていき。ご飯のやつなかなか来ないと思ったらブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくる。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくさ。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯があっからな。やっぱオラ父の飯。お世辞でもそうます。ご飯が家に帰り、しばらく。ピンチニュースをお伝えします。セルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍は。そんな。なんで、父。悟空さん。行っちまっただ。よ、孫か。ピッコロ、おめえってまた、カビ
神様と合体する目見て。何？ほれ、神様とピッコロが合体した。なんとかドラゴンボールを復活させて。残念ながらそいつは無理だ。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか。あ、それじゃあさ、生き残っ、もしずっと地球に。そんでドラゴンボール、おー、ほら、これからちょっと行ってくる。悟空は海王様の助けを借り、新たなナメク星へ瞬間移動した。悟空は地球の事情を話し、新しいムーリはそれそのものとは。でんで。お久しぶり。ちょっと待っててくれ。とは、へへ、本当なあ、おい、クリリンさん、ねえ、はい、こんな形で。デンデ、本当に新しく作ろうと。でも地球で使っていたものを使えばすぐに。いいぞ。それで叶えられる願いはナメク。はい。ではあの時のように一つの願いでたくさんのものが生き返ったりする。そういうのは、なんか叶えられる願いが二つになってしまう。え、それでいい。ではすぐに。これでドラゴンボール。見事だ、こいつは確か。よし、じゃあワン、おめえもう特訓はいいから、セルゲームまで。いいから、いいから。さて、パッパッと集めっぞ。たちが暮らしてんわ、この辺りで。しかし、あんな…うっす、はて、ははは、やれやれじゃな。いや、え、のう、すまんの。あ、すまんの。よし、頼むぞ。大使、そそねえぞ。
よし。おいおい、あの女。なんだよ。しょうがねえな。おう。よし。サンキュー。よし。おいおい。あの女。はあ、わかったわ。わかった。阿石。Thank you。よし。喂。わかった。喂。喂。